デトロイト共同、米大リーグ、タイガースのヒンチ監督は11日、不調の前田健太について、当面の間、中継ぎへ回ると配置転換することを明らかにした。同日、登板機会のなかった前田は、状態も悪いので、しっかりといいものを出して先発に戻れるように頑張りたいと話した。今期は全16試合に先発で登板し、2勝5敗、防御率7.26。 直近2試合は序盤に大量失点するなど、5月24日を最後に白星から遠ざかっていた。タイガースは12日から大谷翔平の所属するドジャースと3連戦を行う。